決勝戦にたどり着きました。前大臣バンタム級チャンピオン朝倉海がトーナメント最終決戦に向かいます。この先のことっていうのは考えてなかったんで、とにかくこのトーナメント優勝しなきゃいけない、壊れても投げようと思ってたし、絶対勝てると思ってた、臨みましたね。バンタム級トーナメント決勝戦を行います。さあ始まりました、ライジンジャパングランプリバンタム級トーナメント決勝戦です。前回はほぼ海君のペースで試合終わってんですよね、はい、カーフを効かせようと思ってました、ね、あとインロート、はい、前足を潰す対策はしてきたんですね。そうですね、前回は打撃戦だったわけですけれども、おかきくです。そうですね、その細かいフェイントも混ぜてますから、はい、まあ、そうですね、朝倉が飛び膝、ずっと膝を狙ってたんですよ、膝のタイミングというか、一番確率的に高いのが膝かなっていう、その今の自分の状況の中でアッパー、膝、ボディだろうなと思ってました、はい、前回ボディが一番効かされたんで、そこはすごい警戒してます。ローキックの打ち合いになっています。ワンツーを放っていきました。カーフキックはカットしています。ここ対応してますね、小坂さん。そうですね、さあここでシングルレッグ狙っていこうという、テイクダウン狙っていこうという、おっとここでチョークに沈めるか。しかしまずは倒したのは大木久保博士。これだこれだこれだ、離したよ。忍者チョークを取りに行っちゃったんですよね。本当だ、そう、テイクダウンディフェンスしてたら多分ディフェンスできたと思うんですけど、チャンスがあったら取りに行くしかないなみたいな、そういう気持ちが働いちゃって、はい、ちょっと失敗しましたね。この時めっちゃ嬉しかったです。やっとこの攻防できると思う。寝たらそんな強くねえなっていう感じでした。大木久保選手の完全なペースですね。そうですよね、小坂さんどうですか。そうですね、追い上げ方がすごくうまい。もうマウントですよね、マウントポジションを取りました。うまいですね、体の預け方というか抑え方はすごいうまいなと思います。ここで俺嬉しくなっちゃって笑っちゃうんですよ、一回会場に。そうで、そしたら返されるんですよ。ここで第1ラウンドが終わりました。何を思うか朝倉海、ポイント取られてるなっていうのは感じたんですよね。まずもうちょっと積極的にこっちからいろいろ作っていかないといけないなっていう、うん、いけると思いました。はい、これいける。さあ優勝のプレッシャーと責任を背負った朝倉海か、それとも男になろうとしている大木久保博士か、その構図になりますね。ハイキックです。ハイキックがめちゃくちゃ痛かったんですよ。ハイキックをこのガードしてるこの手がこう痺れてきてビリビリって。朝倉海がカウンターを取るか、おっと見た、大木久保のパンチです。テイクダウンのタイミングを狙ってるのかもしれないですね。さあそして左です、カウンター、そしてシングルレッグを狙っていこうというところですが、あ、これ今の効きました。これが一番効きました。見えてなかったんで。これはあの狙って入ってるのか、レッグ左、タックルのフェイントが結構効いてたと思います。どうでしょう、さあ左に上がった、ここだ、タックを取って、そして投げるか、これ最悪でしたね、入られ方が。うまいんですよね、大久保選手のその組の動きが、先手先手で動いてくるんですよ。こうすると相手がこう動くからこういこうみたいな、ここをやり返す時だと思って、蹴り立てるか、立てるか、立てるか、レフリー止めたで、サッカーボールです。今しかねえと思って、おっしゃーと思入んなかったっすけど。3ラウンド海選手突っ込むしかないですよね。そうですね、さあファイナルラウンドを迎えました。朝倉海の左足がかなり高くなっていますが、さあそしてシングルレッグからまたタックに入っていく大木久保博士。これテイクダウンが当てるか、いつか、しかし当てます朝倉海、タックは吹っ飛ぶ試合、アパンのシーン、大木久保の右、そしてちょっと削られたタックに行く、そしてシングルレッグを狙っていきますが、組んでる時に朝倉選手がめちゃくちゃ弱気な
声出してたんで、あみたいな、だいぶこうメンタル的にも勝ってるなっていうふうに思いました。しかし、おっと、この蹴りを回していきました。右フックを出していく、おにこ、サンセイナツー、ここはもう、やるしかないんですけど、いやしつこいっすよね、ここまで入ってくるのすごいっすよ、実際中年抜き出しのおにこ広場さん、厳しくなった、早く手下せ、早く引っ掛け、執念を見せる大久保、一撃に向かって最後蹴りを威張っていった、しかしかわした、崩れた、朝倉海最後まで執念を見せました。大久保広場さん、全く別人のような戦いを見せました。終わってしまったって感じでしたね、本当に真っ白でしたね。この時はもう勝ったとかっていうよりもうやったよねって感じでしたね、海君に、うん、もうなんかもううなだれてたんで、もういいよっていうか、ボロボロだよねお互いみたいな感じでした。自分を信じてよかったなと思いました。この時本当にパッと勝てるタイプではないんで、一発で失神させたり寝技でチョーク決めたり、でもこの自分がやってきたスタイルがお客さんも温かく拍手してくれたりして、少しだけ受け入れられたというか。